方で教えてもらうかな。まずは、まずはね、うん、芋の芽を見て、うんね、ここに切って、これを2つに、これがこれ。これね、ハマが包丁で切ってくるのは少し長いから、あっち多くつけるとなんねえから、それで上等。でばあちゃんが芋から肥料ひねる、肥料先生、芋大きかったのわからない。いや、どうしよう、ばあちゃん見てる。それじゃ、それじゃ、今のに。なんで、ぐちゃぐちゃになっちゃう、私がやる。柔らけえから、別に、本当に突っかければ大丈夫だよ。そんなに、効かないへんだけど。芋これ、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 あのね、仕方で履いてる人はこういう仕方で、ね、こういうふんだとかの仕方。よいしょ。どういうふうに作ればいい？ちゃんとすると思ってたら少しがいいやね。そうだね。うん。ほんでね。してる？うん。一つか三つこう、ちょっと多く担当なくもいいから、こう。芋に引っ掛けねえに一つか三つやってね、飛んでいいんだよ。目が取れちゃった。芋のそばすると、こんな芋のところに水が溜まって、芋は腐りやすいから、すぐ腐っちゃう。先生のとこと言ってごらん、全然違うで。あ、全然違う。難しいんだよ。難しい。水が走るように、水がここへ抜けてくるように、ここに。おー、どうも。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 
この線画もまたおかしい線画ね。そう、ちょうどいいな。そのくらい芋から話したのがちょうどいいんだって。そうなんですか。うん、あ、やるぞ。早いな。あれは動画ある？いい？こっからちょっと来ちゃうかな。ボーン、ボーン、こっから来ちゃうかな。半分までだね。どこ？こっから？こっからね、ボーンとこう。ちょ、待って待って、あれ持ってくるよ、ボーン持ってくるから。半分が限界。一気にやるの。Thank you.